サタチンカ2009年チンカは河川を渡る橋の一種である。定外地に設けられる橋で洪水時には橋面が水面下になる橋を言う。チンカという名称が広く知られるが、河川行政用語としては潜水橋が公式の名称である。地方により、潜没橋、潜流橋、沈み橋、潜り橋、乾水橋、地獄橋などとも呼称される。 潜水橋の模式図沈下橋は、低水路、低水時期と呼ばれる普段水が流れているところだけに、架橋され、また床板も、河川時期、高水式の土地と同じ程度の高さとなっていて、低水位の状態では、橋として使えるものの増水時には、水面下に沈んでしまう橋のことを言う。なお、通常の橋は、沈下橋の対語としては、永久橋、抜け水橋などと呼ばれ、 橋の床板は増水時などの降水状態下でも沈まない高さに設けられており増水時にも橋としての使用に耐えうる。沈下橋は低い位置に架橋されることや架橋橋長が短くできることから低廉な費用で速やかに作ることができるというメリットを持ち災害で橋が崩落した場合に仮設橋として建設する例もある。反面増水時には 橋として機能しなくなるという欠点を持つ。橋の両岸で高低差が大きい場合には一方が通行可能でも対岸側は水没している可能性もある。沈下橋の特徴として橋の上に欄干がないかあってもかなり低いもの増水時に取り外し可能な簡易的なものをしかついていないことが挙げられる。これは 増水時の橋が水面下に没した際に流木や土砂が橋桁に引っ掛か,かり橋が破壊されたり川の水がせき止められ洪水になることを防ぐためである。また壊れても再建が簡単で費用が安いという利点もあり実際に流されることを前提としている例もありこれらは流れ橋などと呼ぶ場合がある。増水時に流木などが橋脚。 橋桁を直撃して損害を与えることを防ぐために上流側に斜めに傾けた丸太、鉄骨などの流木よけが設置されているケースもある。かつて架橋技術が未熟であった時代は洪水でも壊れない橋を作ることが難しかったため、あえて増水時に沈む高さで橋を作って流木などが橋の上を流れていきやすいように工夫されたものである。増水時に対岸側が水没する。 可能性の警告大状況豪雨で流木が付着し、通行止めになった沈下橋豪雨によって水没した沈下橋四道橋日本で現存最古の沈下橋。その構造から建設費が安く抑えられるため、山間部や過疎地などの比較的交通量の少ない地域で生活道路として多く作られ、台風などの豪雨にたびたび見舞われる西日本の各地で多く見られた。 架橋技術が進歩するにつれ、現在では、山間部でも広い道路や、本格的な橋が作られること、また慣れている、はずの地元住民といえども、転落事故が絶えないことから、永久橋に掛け替えられて、雪徐々に姿を消しつつある。一方、沈下橋を、河川の文化的景観、技術的遺産、観光資源として保存する動きもあり、例として四道橋の土木、 学会戦勝土木遺産認定や、四万十川流域の重要文化的景観、選定などが挙げられる。1999年の高知県による調査によれば、全国の一級河川及び支流には、5一級水系以外も含めると、大分県では、合計212カ所の沈下橋が確認されている。調査によって確認されたもののうちで、日本最古の沈下橋は、 1876年に大分県杵築市の八坂川に架けられた衛星橋であるが、この橋は2004年9月29日に台風21号による増水で流出した。現存する日本で最古の沈下橋は、1912年に同じく八坂川に架けられた四道橋である。関東地方、編集九時川、九の瀬橋や渡橋木橋、木組の流木よけ、 茨城県茨城県の九時川水系や、古海川水系には、いくつかの沈下橋が2008年現在も存在している。九時川水系には、第五町、南田久野瀬を結ぶ久野制橋、日立大宮市西近にある平山橋、日立大田市、下川井町中市ぬかた東郷にある落合橋などがある。この地方では、地獄橋と表現されている。 古海川水系の沈下橋は、筑波未来市か小木同士平沼を結ぶ、小木沼橋など古くからの構造を止める目標もある。ものの、上層市三津海道川又町内を横切る川を渡る、川又橋や、上層市三輪町筑波未来市福岡を結ぶ、上層橋など、比較的新しい重量鉄骨によるものも存在する。小木沼橋は、流れ橋で茨城県が主催する。 茨城フィルムコミッションや、筑波未来フィルムコミッションでロケ地として挙げられている。川又橋、上層橋などは流されることは想定していない、沈下橋である。ただし数は減りつつある。かつて、上層市淵頭多摩町筑波未来市北袋を結んでいた湖海側の水和橋は、茨城フィルムコミッションのロケ地リストに入っていたが、2006年6月の増水の際に、 橋桁が流されただけにとどまらず木製の橋脚が損害を受け、国土交通省が橋脚の補修に難色を示したことから廃橋とされた。埼玉県埼玉県の荒川水系にも比較的多く存在しており、干水橋と呼ばれている。流木除けが設置されているケースも多い。荒川本流にはひずめ橋や高尾橋などがあり、いずれも昭和初期に行われた。 河川改修の結果、右岸側に飛び地化した農地等を結んでいる。荒川支流には、島田橋やる川橋などの木橋、くげ橋の冠水橋は、新橋の河橋により撤去され、長楽落,落合橋は、補修が行われず廃橋とされている。群馬県群馬県板倉町を流れる矢田川には、木造の通り前橋があり、重要文化的景観。 利根川、は、渡瀬川合流域の水場景観の構成要素となっているが、老朽化と、平成27年9月関東、東北豪雨での損傷により通行禁止となっている。関西地方、編集大城橋対岸で対向車が通過を待つ、奈良県山と川下流域の伊古郡群枯町と、北葛城郡河合町の間に、山と川唯一の沈下橋である大城橋が存在する。 福音2メートルほどの橋で、欄干は一切ないが、普通自動車も通行する。また、一方通行ではないため、堤防から橋に侵入する際には、対向車が来ていないことを確認する必要がある。通行量は比較的多い。これは、上流側は、奈良県道5号大和高台枯流河線の、新三幸橋まで下流側は、 国道25号の昭和橋まで道路橋がなく、どちらの橋も交通量が多く、前後に信号交差点が多いため、イカルガ町河合町を移動する際の最短ルートとなっているためと考えられる。飛鳥川源流域となる奥アスには、複数の沈下橋と架橋技術が未発達だった時代の飛び石が複数残る。三重県串田川、名張川、 雲津川などにはいくつかの沈下橋が存在する。特に、名張市では、市街中心部を取り囲むように流れている名張川に、大宿潜水橋、旭日町潜水橋、宮橋潜水橋が下橋、支流の宇田川にも水橋存在する。京都府桂川の源流域は、京都市で唯一のスキー場である京都広川らスキー場があるなど豪雪地帯であり。 周囲の山では北山杉林業が営まれていることから春先の雪解け時期には流木を含む増水が発生するため鉄骨で補強された沈下橋が敷設されている。兵庫県三木市を流れるしじみ川にはいくつかのコンクリート製の沈下橋が点在する。中国地方、編集沈下橋広島県県東部足田川の中流に沈下橋が存在する。 足田川ゴルフクラブに存在するものが最も下流川であり、囲碁府中市と尾道市境界にわたって数箇所のみ残っている。橋脚の上にコンクリートパネルを4つまたは5つ、縦に並べた構造となっている。流木よけが設置されている。沈下橋もある。四国地方、編集弁天橋潜水橋歩道と車道が分離。 岩間沈下橋徳島県徳島県は平野部に吉野川、中川、勝浦川水系等の河川が多数流れていることもあり、県内各地に多くの沈下橋が存在する。地元では主に潜水橋と呼ばれており、沈下橋という故障はあまり浸透していない。徳島市など比較的市街地に近い地域にも潜水橋が多数残っているため、 現在でも川を渡るための手段として重要な役割を果たしているが数が多く利用も多いことから転落事故なども毎年のように発生橋を管理する県や自治体には抜け水橋への掛け替えが利用者から強く求められている状況にあり一時的な対策として道路の両側に転落防止用のブロックが設置された潜水橋も見られる高知県高知県の四万十川には 支流も含め47の沈下橋がある。吉野川流域では潜水橋や潜り橋と呼び、四万十川流域では沈下橋と呼ぶ。1993年に、高知県では沈下橋を生活文化遺産と捉え保存指向性に残すという方針を決定している。2009年には、沈下橋を含む四万十川流域の流通、往来を通じて生じた景観が、 国の重要文化的景観として選定された。現存する高知県で最古の鎮火橋は1935年に架けられた四万十川の一都病鎮火橋である。四万十自動車学校が今成橋で路上教習を行っている画像がインターネットに投稿されて話題となったことがあるが、これは同橋を生活道路として使用する地元住民向けに行っていた教習であり、 付近に中村すくも道路が整備されるなどしたため、現在は実施されていない。九州地方、編集九州では、沈下橋は沈み橋と呼ばれている。大分県大分県では、一級水系以外にかかるものも含めると、合計212箇所の沈下橋が確認されている。これは、確認されている範囲では、日本の都道府県の中で最も多い数である。 その分布も、国崎半島に22%、県北部に26%、県南部に40%と、県内各地に広がっている。前日の通り、県村する日本最古の沈下橋は、大分県吉木築市の八坂川に架けられた四道橋であり、この橋は、日本最古であることを、選定理由として2007年に、土木学会選抄土木遺産に認定されている。また、 大分県内には、1924年に秋川に架けられた高原橋、1925年に山国川支流の館川に架けられた神向橋が残っているが、これらは竜頭橋に続き、それぞれ日本で2番目及び3番目に古い沈下橋である。数多くの沈下橋の中には、変わった特徴を備えたものもある。宇佐市内町のつぶさ川と枝川の合流地点。 近くの駅立川には三つまた橋という T 字型の沈下橋があり、両岸と中洲戸を結んでいる。佐伯市の番章川支流のクリス川にも同様に T 字型の沈下橋がある。また、日田市天ヶ瀬の久し大本線天ヶ瀬駅、文後中川駅間では沈下橋が鉄橋の橋脚の間をくぐり抜け、二本の橋が交差しながら楠川をまたぐ様子を見ることができる。 ギャラリー、編集キャプションの数字は撮影年を示す。ありがとうございます。